ペトログリフを探す旅。建て替え工事を実施していました。メカリパーキングエリア、上り線、山口方面を、令和3年8月27日、金曜にリニューアルオープンしました。メカリパーキング、上り線の所在地は、福岡県北九州市門司区門司。リニューアルされた展望台は、関門海峡を一望できる夜景スポットです。関門橋は、山口県下関市と福岡県北九州市門司区の間の関門海峡をまたぐ道路橋の名称、およびこの橋梁を含む区間の高速道路、高速自動車国道の通称です。関門海峡の最強部である下関市壇の浦と北九州市門司区門司、若目狩地区を結ぶ海上橋で、1973年、昭和48年、11月14日に開通。橋の長さは1068メートル、最大主幹長712メートルは若東大橋、橋長627メートル、最大主幹長367メートルをしのぎ、開通時点では日本及び東洋最長の吊り橋となった。1983年、昭和58年、開通の因島大橋が関門橋を上回る規模の橋として完成し、その後もより大規模な橋梁が複数仮設されている。若東大橋と並んでその建設は明石海峡大橋など国内の長大橋の先駆けとなった。展望台に行ってみます。建て替えの前は高さがなく前方の藪が邪魔でした。架橋から40年が経過し、交通量の増大に伴い様々な部分に劣化が進んでいることから、2011年度からの5年計画による大規模補修が行われた。具体的な補修内容としては、歩合桁と主塔の塗り替え塗装、歩合材補修と支承及びボルトの交換、劣化が著しい橋台上面と下面のコンクリート床板の補修と舗装打ち替えなど、特に床板補修においては、2013年8月から3期に分けて工事が行われ、この間は片側3車線のうち2車線を通行規制して1車線運用するほど大規模なものであった。2階のレストランも、ワンオペでできるように設計され、メニューも変更されていた。2階レストランと1階の売店は24時間営業です。今回はメカリでは食べません。目的のお店に行きます。中国自動車道小月インターで降りて給油と食事をします。ドライブイン道塩は山口県山陽小野田市羽生2216-7にあり、24時間営業のお店です。ドライブインの裏手には天然温泉道塩が隣接。朝8時から24時まで営業。大木温泉と紫根温泉の2つの源泉を持ち、豊富なラドンを含んでいることが大きな特徴です。ドライブインでの食事は陳列ケースに並んだ料理を自由にチョイスできるビュッフェ方式。中でもおすすめは看板料理の貝汁。こだわりの味が詰まったボリューム満点の持ち帰り用弁当は旅のお供に。
食事のオーダーは各テーブルにタブレット端末があるのでタブレットでオーダーします。今日は貸し切り状態なのでオーダーして30秒で貝汁定食が来た。貝汁、ご飯、たくあんのシンプルなメニューだが、これが絶品。ご飯は大、中、小とあるが、全体的に量は多め。今回は貝汁ご飯にするので、ご飯は中をチョイス。貝汁の食べ方は、一度貝をスープですすいで食べるのがコツ。大量に湯がくので貝殻同士がすれて身の中に入っているから。腹ごしらえが済んだので道の駅北浦街道方北に向かいます。北長門海岸国定公園に指定された美しい景観の国道191号沿い、眼下に湧く漁港を、水平線には角島大橋を遠望する丘の上にあります。地元方北町で水揚げされたばかりの豊富で新鮮な魚介、採れたての果物や野菜など海と大地の豊かな恵みを楽しむことができます。次回は角島大橋を渡ります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。